司馬懿とはどんな人？死んでからも利用された八王の乱の一人。中説の果てに父親の作り上げた新王朝の行く末を案じながら悲運の最後を迎えた司馬懿。その次に出てくるのが司馬懿。司馬懿の弟であり、最終的に兄と対峙した存在です。今回はそんな八王の乱のメンバーの一人、イケメンで有名な司馬懿についてご紹介しましょう。正統王司馬懿。司馬懿は秦の初代皇帝司馬遠の19番目の子です。兄には慶帝司馬衷、祖王司馬懿、長沙王司馬凱、弟には海帝司馬氏がいます。幼い頃は聡明で顔立ちが良いと評判の人物でした。299年に司馬衷の子と嘉筆が囲碁を打っていて口論となった際に、皇太子は国の世継ぎであるのに何様だと罵倒したことで警戒され、嘉筆によって宮中から追い出されて添付されました。しかし司馬琳らのクーデターに参戦、軍事力を持っていたためか司馬琳から目をかけられるも、その後司馬家への司馬琳討伐にすぐ参戦、戦後功績によって宮爵を与えられました。ちなみに司馬家も宮爵を与えられました。大盤振る舞いするものではない。この宮爵は禅譲を受ける下準備といわれる権威象徴みたいなもので、こんなに大盤振る舞いするものではないのですが、ここで司馬懿と司馬懿の明暗が分かれます。側近が司馬懿に、あえて断って国に帰って人心掌握しましょうと囁きました。司馬懿はこれを取り入れて慎んで辞退。後に司馬懿はやらかし放題を尽くして嫌われていく間に、司馬懿は謙虚な人だと人々に評されるようになります。想定外。時代は少し動いて302年、慶帝司馬衷の直系の世継ぎが途絶えました。このため次期皇帝には実弟である司馬懿という声が上がってきます。ですがこれを嫌がった司馬懿は、慶帝司馬衷の弟の子であるまだ8歳であった司馬湛を擁立しました。ここで司馬懿は司馬行と組み、司馬家討伐に乗り出します。がここで想定外が起こります。使い捨てにするはずだった司馬懿の思わぬ活躍で、司馬懿が時の権力者にのし上がってしまったのです。司馬懿との対立。司馬懿は司馬懿によく気を使い、何かを決める際には必ず報告、相談、連絡を欠かさないようにしました。しかしすでに司馬懿がそんな立場になっているのが気に入らない司馬懿と司馬行は、慶帝司馬衷に関心司馬懿の討伐を上奏するも、なんとここでやっと慶帝立ち上がる、朕自ら逆賊を成敗するぞと司馬懿と司馬行の討伐を司馬懿に指示。それでも大軍を持っている二人が司馬懿に負けるはずがないと思ったけれど、司馬懿が強すぎました。この間に押し付けと八つ当たりで陸遜の孫が死んだりしますが、最終的には司馬懿の判断によって司馬懿は捕縛、司馬懿の辛すぎる勝利となりました。新王朝の崩壊。こうして勝利した司馬懿、まさにこの世の春が訪れたとばかりに豪遊する様を見た人々の心はどんどんと離れていきました。そこで司馬懿によるクーデターが起こるも、なんとかこれを撃退。次なる敵は幽州の奥春でしたが、これを暗殺しようとしたことが失敗、露呈して奥春と司馬懿が手を組むという最悪の状態を迎えます。ここで焦った司馬懿、南郷土の劉淵を取り立て分割させていた南郷土の兵士たちを集結させてしまいます。この後何が起こるかは大体想像がつくでしょう。奥春と戦おうとするも敗北、劉淵は手助けすることはなく漢を建国宣言して独立してしまいました。ちなみに生徒では李煜によって大政が建国宣言され、新王朝は崩壊してしまったのです。司馬懿の大きかったやらかし。ここで思い出してほしいのが、各地に分散していた異民族。どうしてこんなことをしていたかというと、当然ながら集結したら一大勢力になってしまうからですが、よりにもよって司馬懿はそんな異民族たちを集結してもいいよとそのトップになる劉淵に許してしまったのです。こんな最大のチャンスを与えられたのに劉淵が動かないわけがないでしょう。まさに新王朝の根本を揺るがす大ポカ、やらかしをやってしまったのが司馬懿。
繰り返しますが、彼は芝園の息子なのです。お父さんもびっくりだよ。芝園の最後とその後、そんな中で権力を握ったのがかつて手を組んだ芝行。芝行は芝園を廃位、一度はチャンスを与えられるも芝越欧春の連合軍を迎えることはできず、後に芝園も死を命じられます。最後は観念して配下に首を絞めさせて死んだ芝園。その遺体は重臣によって棺に入れて埋葬されたのですが、ここでとんでもないことが起こりました。芝園はかつて人気があり、死んでなお河北でまだ彼を慕う人たちがいたのです。それに目をつけた人物がその棺を掘り返して復讐戦を開始します。幾度もの争いの後にこれらは討伐されるも、芝園の棺は井戸に捨てられました。再び部下がその棺を探し出してやっと埋葬され、芝園は静かに眠れることになったのでした。三国志ライター千の独り言。最後こそやはり他の八王の乱のメンバーと同じく権威にあぐらをかいてやりたい放題して凋落した芝園。ただしその後の出番から見る限り、彼の人望は本物でもあったと見受けられます。正直この芝園のやらかしが新王朝にとどめを刺したと思うのですが、まあそれは別の機会に詳しくやりましょうか。もうちょっとだけ続く八王の乱、次回もさらなる深みへチャポン。